はい、北海道中富良野町寺坂農園の農チューバー寺坂雄一です。今日は4回目の静止作業を説明します。はい、4回目は結果子なりづるを4本残して、その先の芽を2つか3つ描いていくっていう作業です。こっからこう伸びてきてるでしょ。でこう伸びてきて向こうに向かってますね。2本、こっちもこう W 字型の誘引して、じゃあこれ1本からいきますよ。こっちから来て、植えてあって伸びて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10節目まで取ってあります。11節目からちょっと見やすいように引っ張るね。よっ、結束線抜いた方がいいのか。あ、もう曲がっちゃったね。11節目からこれです。これが結果子、メロンがなるつる、これが雌花でメロンになる、うん、でこの孫づるに当たるんだけど、これを1,2,3,4本残します。この4本まで。そしてこの5,6って取っていくって感じ。5,6の芽を描いて、芽を描いて取ってヒゲの先っぽつまんで、またそしてこれで終わりだよね。そして誘引、引っ張る、うん、どれぐらいだこれ。あんまり引っ張ったら巻いちゃうよね。目安が欲しいです。うん、これぐらい。ちょっと感覚的な問題で難しいけど、こう思いっきり W にして、こことここ30センチぐらい離したいよね、隣のつるとね。うん、同じ感覚だったらすごいことこんなになっちゃう。これぐらいか。うん、3、40センチ離して、つる先から20センチぐらい下のところを結束線刺す。でこれちょっと深めに刺していいよね。いや、うん、そこまで指2本入るぐらいでいいんでね。こういう作業。そしたらよ、メロンの栄養分が今度余計な芽描いたから、残ったこのメロンのなりづる、孫づる4本にギュンって伸びるんで、メロンが なりやすいっていうのかな。でごちゃごちゃにならない。もう一個やってみましょう。ここはね、数えなくていいです。もう11あ取って10まで取ってあると信じて。でもこの辺からビョーンって飛び出たら間違いだから、それは前回の取り忘れなんで、それはちょっと数えて、あ、これ間違いだなと思って取ってください。でずっと追ってったら、大体この手前あたりでここで取ってある、取ってある、取ってある、はい、これなりづる1,2,3,4ってなって、あ、これ結束線取って、お、すごい元気いいね。これが5本目だ。5本目、6本目、7本目、小花も取った方がいいよね。あ、皮むくれちゃった。これも取った方がいいかな。6本目、こんな感じで、ヒゲの先一歩つまんで、よしと。これちょっとこう来てるけど、そっちに なってますよね。これを、まあ、君はこっちだよと。そして結束線で押さえる。これかな。あ、これ半水チューブだ。こんな感じ。うん、どう？20センチ、15センチぐらいだね。これ通路マットのところからね。じゃないとこれ葉っぱでかいから。うん。ここのつる戻す位置は15センチぐらい。ここ。うん。あとで目安の、紙とか渡しますんで、紙とか。こういう仕上がり。綺麗にダブルになったでしょ。今度つるずっと伸びていって、次回はこのなりづるをまたいじっていくっていう。うん、こんな感じで分かりやすかったかな。なんか葉のなんか レスポンスないからすごいやりづらいんだけど、うん、うん、こんな感じでいいかな。
はい、なんか質問ある？はい、はいよ。ズレズレは、うん、ピョンってなったままでいいですか、上に？あ、いい質問だね。こうやってピョンと上になったら少し横にしといた方がいいかい？うん、抜かした方がいいかな。でもこれ、ガリズル出てくるやつだね。出てきてほしい。うん、出てくる品種だね。こうね、横に伸びる品種と上に出る品種があるんですよね。これは上に出る品種だね。少し寝かしていく。葉っぱの、お前、上に出たら、寒いんですよ。やっぱ こっちの方が暖かいんで、地温で夜過ごすんで、寒くてかわいそうなんで、メロン小さくなるんで、少しこう、暖かい下の方に行きなさいと。向かって、向けてください。で、これちょっとねじれて、本当はこれ、右に来るツルが、これ左に戻そうとすると、折れます。優しくや、いじらん方がいいよね。あ、折れる折れる、折れる折れる。ひげが絡む。絶対折れるんで、うん、これはいじらない方がいい。うん、もうちょっと長くなってから、うん、直した方がいいかな。そんなところでいいかな。はい、たくさん仕事がありますが、よろしくお願いします。はい、以上です。カメラ近すぎてやりづれえな。